このメニューの注意点ですが、肩が開くというのは腰が先に開いてしまい肩が開いてしまうという状態にあります。そこで今回は下半身の動きをメインとして意識付けする必要があります。まず最初のステップですが、しっかりとつま先を横に向けた状態、そして体は同じくつま先の方向に残った状態でステップします。そこからしっかりとステップした足を蹴り上げて軸の方に戻します。そこから軸に戻した状態から、先ほど左足をステップしたイメージを持ちながらしっかりと踏み込んで投げていきます。